ブラボー偵察隊より3と6が位置についた。敵が集まってきてるぞ、キャット。近いわね。コブナントの潜伏先があるはず。必要なら直接行動に出て。了解。キャットの作戦はいつも直接行動だ。ほらよ、高速鉄鋼弾だ。こいつを使えば2キロ離れたエリートの頭だって吹っ飛ばせるぜ。無駄遣いはするなよ。また連絡する。ブラゴー偵察隊、前方のエリアは電波探知が効かないわ。コブナントの妨害か。そのようね。司令部から状況を確認せよとの指示を。エリートだ、お前に任せる。静かにな。偵察隊よりノーブル2へ報告します。どうぞ。オーバー。敵が複数建物周辺を巡回している。これが目標物なのか。違うわ、小さすぎる。妨害エリアはまだ先よ。戦闘は許可するけど足は止めないで。聞こえたか、シックス。奴らを始末するぞ。
ジェット、聞こえたか？ええ、聞こえたわ。在来生物のグータよ。標準仕様のハンドガンのようだな。敵発見。ノーブルス、ポンプ場に着いた。民間人が見える。おそらく民兵だな。敵と交戦してる。援護して、情報を持ってるかもしれない。助けてくれ。敵がどんどん来やがる。さすがスパルタンだね。何をしてるんだ。避難命令が出てるはずだぞ。自分の家は自分で守りたくてね、こいつを取りに来たんだ。この辺り一帯に隠してある。盗品だって知ってるだろう。だったら拘束するか。いや、返してもらうだけさ。防火艇が燃えてくる。アントニー。
たちが普段使ってる過小ルートがある。密輸品の類を運ぶルートってわけか。まあね。案内しろ。コブナントの建造物、巨大な鉄塔のようだな。守りは厳重だ。それが電波妨害のもとね。早いとこ片付けちまうか。いいえ、鉄塔にリモート爆弾を設置して司令部に考えがある。夜明けには黙らせてやるって。どうすんだ。エリアを制圧し、俺がリモート爆弾を設置する。お前が援護したいって言うなら止めないぜ。
ノーブル2へ爆弾設置完了。目立たないところでしょうね。鉄塔の電源装置の中、引き続き妨害エリアに向かって何が隠されてるのか掴むのよ。発電所の内部にゲートがある。了解、セキュリティコードを送る。ゲートは。ブラボー偵察隊、ここからが妨害エリアよ。そこだ。映像を送ります。ケット、見えるか。ええ、ノーブル3と6からコブナントの攻撃部隊の映像を受信。攻撃部隊どころじゃない、侵略軍そのものだ。やるなら一気に叩かなきゃな。そうね、偵察チームは全て引き上げて、あと数時間で日が昇る。忙しい一日になりそうね。